どうもジャックバスです。今私は、クアラルンプール国際空港にいて、本日はですねこちらマレーシア航空の、ゴールデンラウンジ、こちらねワンワールド系の、ラウンジなんですけども、クアラルンプール国際空港ね ANA の指定ラウンジとなっておりますので、SFC ということをね持っている方は、こちらとなりますので、本日はねこちら動画撮っていきたいと思います。それではね行ってみたいと思います。シャワー浴びました。なんかねえなと思ったらですね、ドライヤーないんですよ。ここドライヤーはですね受付で借りなきゃいけないんで、去年もそうだったんですよね。ですので利用する方は、女の人で渡してこないってことはないと思うんですけど、男の人でね渡されないって方はね、先にドライヤーをゲットしてから来られることをお勧めします。それではねラウンジ入ってきました。今回はカレーラクサということでいただきたいと思います。いただきます。すだちも一緒にねいただけるみたいですね。いただきます。すだちカレー味なんでね、そこまでテイストは変わんないですけど、ちょっとさっぱりしますね。油揚げですかね。ね、ANA のね、指定ラウンジっていうこともあって、日本人の方もね、かなり多いですね。安定の美味しさですね。ぜひこのゴールデンラウンジに来たらね、このラクサ食べてください。ちょっと朝の時間帯はね、6時からだったら6時半だったかな、朝の時間帯はねちょっとやってないかもしれないですけど、昼間の時間帯だったらぜひ。それではね、こちらに、今11時半で、フライトが1時45分なんで、3時間ぐらいですか、ちょっとゆっくりしつつ、搭乗ね待ちたいと思います。このラウンジはねかなり広いんで、ある程度ね人が入ってもね窮屈を感じるってことは多分ないと思いますね。それではしばしゆっくりさせていただきます。それではねラウンジの方出ました。今回はね、マレーシア航空のゴールデンラウンジ、紹介させていただきました。ちょっとね簡単な動画にはなってしまいましたけど、今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。ぜひね午後来られた方はラクサ食べてみてください。とても美味しいです。それではねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。